今日はロッキーとドラフト生との不仲説を払拭したいと思います。今から動画撮ってきます。はい、名前は何ですか？クジナホです。なんつったなんつった食べながら喋んないで。クジナホです。あ、福祉ナホ口開けるよ。チームチームいい。特技は何ですか？特技はわかんない。で、作った方がいいよ。おしりんさんを、うん、絵の愛いらないいらない。なんか喋るとか。そうだそうだよ。あ、じゃあ、そういうの、あの、じゃあ、こういう動画では出したくないんです。何、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 プレミア感出そうとしてんの？いらないよ。プレミア感なんで。ちょっと栃木弁で、自己紹介を。やだ。どんちゃん。やだよ。アピールして。やだよ。面白いな。おしりんさんのファン見てるよ。見てる？違うんですよ。私、それが言いたいんじゃないんです。何、何、何。違うの。違うんです。何？なんか不仲説が出たことがちょっと嫌だった。ああ本当？じゃあもうちょっと言ってあげて。嫌だった。嫌だった？泣いて泣いて。あ、そしたらうん。嫌だった。だってこんなに好きなのにさ、なんでさ。私はそんなあのどんちゃん。違うんだよ。いやこんなこと言ったらまた言われる。そうだよ。また言われちゃいますよ。じゃあもう最後にアピールは？不仲じゃありません。はい。バイバイ。あ、はい、回りました。名前とチームを。チーム K2 の荒井由紀です。はい。特技は？特技は、なんだろう、特技は、キャッチフレーズをちゃんと言えます。え、めっちゃ好きやの言い方。わからん、なんかめっちゃ好き。声小さいね、いつもと。いつもと違って。緊張してます。そう、マカロンとアルパカがめっちゃ好きということで、ちょっとおしりとかぶってまーす。キャラかぶりの先生。かわいい。かわいいね。あとね、すごいね。ちょっと立ってみてよ。そう。こんなにスタイルがいいです。足が長いよ。おしりさんと鏡で並んできてください。やだよ。細い足が。いいですよ。みんな二人で撮ってあげます。ほんと？優しいね、近く。全然。すごい足の長さが全然違いますよ。身長が違うからね。しょうがないよね。そうかもある。はい。オッケー。最後にアピールしとこう。え、アピールですか？ロキシェ大好き。お、やった。なんかビジネスっぽい言わせてみたい。大丈夫？オッケー。大好きです。ありがとう。はい。名前とチームを。この度、不仲説の張本人になりました。小林久美子です。本当に。あれですよね。皆さんの思ってるのは、あの、舞浜アンフィシアさんだと思うんですけどね。私から弁解させてください。あれは、ネタでございます。なんか、もうちょっとここ顔隠した方がいいよ、ちょっと。なんでですか？ちょっと顔がね、そんなこと言うんですか？丸いよ。ちょっと丸くなり始めてる。でもさ、同期生の中でさ、一緒じゃないですか、キャラは。まあ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 。でも、こんな、なんか、ぶっ飛んだキャラではない。とりあえず、私は、6期生の研究生さんにいろいろ教わったんですよ。本当に。おー、何を教わった？教えて、詳しく教えて。まず、ゆめさんから始まりました、ね。おー、あれ？ダンスを、ダンスをいっぱい教えてくれた。おー。で、教えてくれるよね。そう、そっから、そうですね、いろいろな先輩に回って。いろいろ？ここら辺は？ここら辺は？あれ、そう、あれ、まだ出てないな。すごい、ゆずきさん。あれ？あれ？ゆずきさきさん。あれ、僕と太陽光の時どうしたっけ？一緒に出ました。あ、どうしたっけ？あ、ゆめちゃんもう出たよ、ゆめちゃん出たよ。押されてる、押されてる。押されてる。キリキリキリ。こうして私はハーレムなんですよ。ハーレム。ハーレム。勝手に？何ハムハムって何？何それは何ですか？これはクマさんが大好きなんですけど。何それ？チームイの中でね、有名なんだよねこれ。え、そうなの？知らない知らない知らないって言ってます。知らないです。役次会よくハムハムって言って。大丈夫なの？そうなの？シリーさんとハムハム。前コイシちゃんとレン隣になった時、隣からボンボヤージュとかまたね。あ、そうだよ。なんか2015年ボンボヤージュに変わるような新しいギャグを。まだ考えてない？今30日現在。12月30日現在。一応、
ハムハムで繋いでるんですけど。ハムハムは繋いでるの。ハムハムは繋いでるんですけど、繋げてるのそれ。新しいになったら買わなきゃいけないです。うん、ボンボヤージュが意外と流行っちゃって、自分でも流行った？本当？あんま使わなかったな。めっちゃ使ってるんですよ、意外と皆さん。使ったかな？あの、いや、こちらのね、方と皆さん勘違いしちゃう。ボンボヤージュ。ごめん。ああ、こっちもね。お土産屋さんでボンボヤージュ。私はそれをパクったわけじゃなくて。マジパクんなよ。私自分で自身で考えたんですよ。ボンボヤージュ。そう。本当？いきなり頭にボンボヤージュが浮かんできて、これ本当ですよ。っていうことで、不仲説は、ありません。本当に。みんな言う。始まってしまった。に言うとね。そう、ちょっとね、やばい。逆にやばい。皆さんはハムハムしてますよ。皆さん仲いい。ハムハム。じゃあ、ハムハム。仲良し。ゆずきさんもハムハムですよね。ハムハム。ハムハム。ゆずきが作り笑顔してる。珍しいよ、こんな。また不仲説って騒がれますよ。ハムハム。ウケる。オッケー。じゃあもういいの。アピールはいい？あの、私ある。大好きです。あ、ほんと？やった。大好き。やだ、手元がいぶれる。おしりんさんが世界一可愛いと言ってくれたんで、もう。言ってねえ。どうしよう、言ってねえ。言ったよね。言った。言った？じゃあ言ったってことにしとく。じゃあこの後おしりんさんとハムハムするので、皆さんバイバイ。やだ、やんない。長説はありません。なんかちょっとスタッフさんもみたいな感じ。はありません。面白い。面白い。あ、名前とチームを。長説はありません。かわいい。これでいいですか？特技ないんだっけ？特技はないんだっけ？ちょっと前髪が。あ、それは大変だ。清楚に見せることです。あ、そうだ。はい、清楚。すごい清楚。うん。お、清楚だなぁ。いいね、清楚だね。清楚だね。清楚だね。比べると清楚だね。気を緩めないでください。はい。いい。何聞こうかな。公演のユニットは何やってますか？私とやならかな。嘘ついた。嘘ついたの？ちょっと嘘をつく、嘘つく癖があるのかな？多分多分セースに見せてるんじゃない？あ、本当？Nice to meet you です。あ、そうなんだね。やっと本当のこと言ってくれた。はい、何話そうかな。そうだな。どんな子なの？多分、セースの子ですね。本当？私たちの聖さんになる。いや、誰だよ。聖人。さっきまでうるさかったじゃん。大丈夫ですか？何言えばいいの？内面も綺麗な子。外面も内面も外見も外見も外見も目描きながら喋んないで。全てを兼ね備えてる。全てを兼ね備えてる。ちょっとそういうことです。いけない回みたいになってる。心遣いもできる。面白い。頭も良くてダンスもやろうと思えばできる。ダンスもやろうと思えばできる。何これ、言わせる回なの？それ詳しいです。出身はどこですか？島根県です。おお、なんかいろいろ鍵のやつとかやってるんだよね。はい、やってます。いいね。島根は何がある？島根はお寺です。島根はお寺？神様がいます。神様？神様がいるの？レオナちゃんも来ました。二人でこの間あれやったんだよね。そう、なんだっけ？そうそうそう、日暮らしの声をやったんだよ。お、無理。ちょっと二人がやったせいで、ちょっと香里さんとやりにくくなったんだけど、どうしたらいいかな。それは、ちょっとスタッフさんに言ってもらうしかない。ああ、そうだね。それは、私たちのせいじゃないもんね。めっちゃ綺麗だった、二人とも。すごい良かったよ。スタイルで選んだと思いました。ね。かわいい。じゃあ、どういうこと？私はダメだったの？ね。ダメだった。足りなかった。ちょっと足りなかったか。そっか。はい、最後にアピールを。バイバーイ。バイバーイ。
あ、違う動画ピースしてるから動画びっくりしてるよ大丈夫ですか。あ、いいよいいよ大丈夫。はい、名前を。はい、チーム E のサナコトカテラサナです。どうしたの声が。ちょっと風邪気味。あ、そうだそう大丈夫。はい、うん、こちらはチームケイツのサナコトです。イエーイ、お尻イエーイじゃあ両手じゃないの、片手なの。それはそう、正解正解。あ、正解です。イエーイ正解。そう、くっつけたらダメ。そうすると本家がいるから。わかる、わかるかな。 AKB にいる。そう、ちょっとね、そこまでは及べないからこんな感じ。そうだな、何かな。そうかな。特技は何ですか。特技、あ、誰とでも仲良くなれます。おー、確かに。よくルミさんにね、言われてるよ、ね、ルミさんに言われてる。なんだっけ、コビ売ってるみたいな。そうだ、でもそこがいいよってよくね、ルミさんには褒められます。じゃあいいことだね。そうだ、いいよ、じゃあ頑張ろう。そういうの大切だよ、コビてることは。そう、まあ、おしりんさんも好きですからね。あ、こういうとこね。あ、そうなんだ。大切見習ってこう。そうですね。特技は、特技は何ですかね。でもバレエがあるよね。あ、バレエはありますね、うん、おバレエと、あと何、バレエ、バレエバレエ今K2 さんの公演でね。そうですね、なんだっけ、なんて言うんだろう、あれ、孤独のバレリーナ、うん、プリマドンナをやらせてもらってます。おー、すごいありがとうございます。すごいよね。何歳からやってるの。5歳から。おー、結構。あ、電波ない。5歳からいける、自由自由自由です。今ここはですね、何だと思いますか。まあちょっと紅白の待機です。待機中です。受ける、うん、紅白の待機中です。待機中。じゃあ声じゃない、声じゃない、声が変わりさえ来た、メガネかけるの。あ、ダメダメ、これじゃあ変装した時にバレちゃう。何言ってんの。いや、何聞こうかな。出身が2人とも違う。違います。京都です。埼玉。いいな、京都。え、京都あれだよね、なんだっけ、新井ちゃんもそうだよ。そうです、一緒なんだ。一緒なんです。おー、よく一緒に帰ったりしてましたね。あ、そうなんだ。そう、いいよね、八橋美味しいよね。八橋美味しいですね。買ってきて今度。ただの真似。また来てな。はい、握手会で言うのそれ。言う。そんな言わない。いいね、でもいいよ、そういうのは、なまるのはいいよ。こっちは埼玉。埼玉です。おー、埼玉何やる。あ、かおりさんと一緒か。おお。埼玉は何もないんですよ。ダメ、そういうこと言っちゃう。でも私とかおりさんとすみれさんがいるので、うん、おー、あ、じゃあ可愛い子。あ、でもかおりさん、うん、大丈夫、可愛い子は多いんだね。そういうことなんだね。うん、そうだね、こじはるさん、こじはるさんとかもそうだよね。そうですね。あー、可愛い人多い。可愛い人が多い。あ、でも香りさん。あー、まあ可愛い。可愛いよね。うん、可愛い。いいと思う。最後アピールしていこう。はい。ですね、今度ご飯におしりさん行きましょう。お、やった、いいよ。約束ですよ。いいよ。やめと。おごらないよ、でも。あれ、おごらないよ。そんなこと言っときながら、うん、まあおしりさんは優しいから。うまいな、ね、これが。うまいな、うまいな。やっぱすごい。後輩にね、うん、絶対怒ってくると思う。楽しみにしてます。もうそういうとこいいね。はい、じゃあ私はそうだな、あんまりおしりんさんと絡む機会が少ないじゃないですか。そう、本当に少ないよね。チームも違えば。K2 だしね、あんまあんな出ないから。ないので、うん、今度うちに遊びに来てください。え、本当？名古屋住んでるんだよね。名古屋住んでる。いいよ、行くよ。来てください。うん、ちょっと部屋汚いです。はい、了解。そうなの？綺麗だから。え、本当汚いだね。綺麗だから。たまに綺麗だから。一緒じゃん。綺麗だから。この通りもう綺麗そうじゃない。そんなイメージなかった。綺麗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 。クミコたち。汚いだろじゃない。クミコよりも普通にマシ。あ、そうなんだ。ちょっとたまに汚くなるだけで、忙しい時とか公演続きとか何かちょっと汚くなる。あ、わかるわかる。でも綺麗だよ。ほら、ないじゃん。え、でもよく、あの、なんか泊まりに行こうと思った時があるんで、ちょっと行けなかったんですけど。汚いとか言うなよ。今ちょっと汚い、今ちょっと家汚いんだよね。それはやっぱ社交辞令ですよ。うん、そんなことない。そんな、いや、今綺麗だから来てよみたいな。ウケる。今日ちょっと汚いんだよみたいな。そういうこと。そうなんだ、オッケー。じゃあ行くね、今度。はい。よろしくね。私もじゃあ行きます。
はい、その時にご飯行って、うん、食べに行きましょう、ね、あ、いいよいいよそうです、分かったよ、ありがとう、バイバイあ、みんな切れたバイバーイ